皆さんこんにちは、にゃわちじゅじゅのち先生と助手の父さんと今日はなんだべかんだべなんだべかんだべなんだべかんだべはぁ、今回紹介するのは昨日に続いて竹下通りガルガクコラボ、こちらグッズを買いましたのでグッズの紹介をしたいと思います。イエーイ。ではちょっとたくさん買ったのでいろいろ紹介したいと思います。まず1個目はコットンキャンディーです。色は青、黄色、ピンクがあったので今回はピンク。何の味がするのかな。チェリー、イチゴ、それかミックス、わかんない。シューマーします。今思ったんだけど、こうやってチームが分かれているんだ。こうやって、そして、こうやって。ちょっと順番に少し並べてあるんだ。テープを買うともらえるイラストカードももらいました。じゃあ早速誰が入ってるか見てみよう。誰かな？一斉のせ。あ、みずはちゃんだ。奥で見るとこんな感じです。次はアクリルボールチェーンです。よし、3つ買いました。よし、誰が入ってるかな。1個目、今回は竹下通りでゆずはちゃんが好きだったので、もう全部のグッズがゆずはちゃんは出てほしいと思います。じゃあ1個目、よし、せーの、でゆずはちゃん、あ、ゆずはちゃん出た。おお、1個目はゆずはちゃんが出ました。2個目、次はとわちゃん狙いかな。なんか欲しいものって今日当たるのかな。よし、せーの、で、あれ、みさきちゃん出た。1個目はみさきちゃんが出ました。最後の3個目、女子のお父さんの予想はクリアちゃんで、あち先生の予想はとわちゃんでビシッと決めたい感じです。よし、最後は絶対どうかな、出てほしいな。よし、誰かな。 3、2、1、とわちゃん出た。ここはとわちゃんが出ました、スクラッチくじ買おう。グリルチェーンで出たのはこの3つです。大陸缶バッジは4つ買いました。この調子でいいかも。まず1個目どんどん開けよう。1個目、一発からゆずはちゃん出るかな、もしかして。せーので、とわちゃん、おー、いいかも。1個目はとわちゃんが出ました。2個目は何が出るかな。よいしょ、みさきちゃん、え、今のところ。1個目はみさきちゃんが出ました。3個目は何が出るかな。とりあえずはちゃん出そうなやつ、キラちゃん。3個目はキラちゃんが出ました。今のところこの3つが出ました。最後の4つ目でゆずはちゃん出てほしいんだけどもな。よし、あ、クリアちゃん出た、かわいい。4個目はクリアちゃんが出ました。今回出たのはこの4つです。次はスクラッチを5回やってシールがもらえました。2枚、近くで見るとこんな感じです。今回紹介したのは
原宿竹下通りでガルガクのコラボ、こちらのグッズを紹介しました。とても可愛かったので、みんなもガルガクのイベントに行ってみてね。バイバイ。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。